今日は新人歓迎会です。うちの課長なぜかずっといなくて、今日初めて会うんだよね。おお、君がうちの課に入った篠さん。あ、はい、はじめまして。え、新入社員篠さとこ。特技は空気が読めることではなく目に見えることです。元気そうな子でよかったよ。課長は瀕死なんですが。あの、だいぶお疲れのようですが大丈夫ですか。やだ、参ったな、顔に出てた。地方の炎上案件の火消しに借り出されてさ、顔合わせが遅れて悪かったね。火消しとは。まあ俺がいなくても他の奴らが面倒見てくれたんだろうけど、篠さんの教育係は内海先輩です。大丈夫？うまくやってる？なんか困ってない？あいつはね、顔は怖いけど悪いやつじゃなくて。はい、わかってます。え、あの、だって先輩はいつも気遣ってくれますし、困った時も助けてくれますし、すごくいい先輩なので。いや、よかったな、うつみ、めちゃくちゃ褒められてんぞ。いたの？本人に聞かれるのはさすがに恥ずかしいっていうか、あ、でもちょっと距離あるし、会話の内容までは。何？ちょっと赤くない？飲酒のせいです。そう。めちゃくちゃ聞かれてた。でも貴重な赤面ゲットできたからよし。思ったよりうまくやってるみたいじゃん、篠さんと。彼女の気配りのおかげですよ。俺なんかにはもったいない後輩です。俺なんかねえ、昔のことを割と引きずるよな、お前。とはいえ懐かれてるのはぶっちゃけ嬉しいんだろう。その言い方は大人相手に失礼ですよ。慕うな。それは嬉しくないわけないじゃないですか。なんて口に出せたら苦労はしないけどな。しかし本人には筒抜けである。